オーシャンズムエタイルールライト級3分3ラウンドの試合です。赤のグローブに紺のパンツが梅田浩一郎、身長172センチ、クライムジム所属の28歳、9戦1勝4敗4分けです。対して今前蹴りを放ちましたルイージ、青のグローブ緑のパンツ、身長177センチ、虎の穴所属の33歳、15戦4勝8敗3分け、2つの KO も取っています。お互いに牽制を積極的に打っていきます。強い右ストレートうまくガード梅田、ローキック3連発です。梅田浩一郎はルイージに対してキックが得意だと思う、相手の蹴りを封じ込めたいと話していました。得意な蹴りに加えてパンチ重視で近めに戦っていきたいという梅田、早速ここも青コーナーに追い込んでいきました。ブレイクで距離を取られます。ローキックとパンチにプラスして首と肘を狙いたい梅田。この第1ラウンド間もなく折り返しですが、ここまでローキックから組み立てていく梅田、しかしルイージがニュートラルコーナーからスッとまた距離を取っていきました。うまく逃れた形。ルイージは梅田は前にどんどん出てくる相手なので、普段からプレッシャーを受ける練習を積んできた、うまくいなしていきますと話していました。ここも梅田が近づいていって、ルイージがアウトボクシングのように距離を取っていくスタイルは変わりません。ハイキックはかわす。177センチ、ルイージが身長5センチ勝っています。首相撲を仕掛けていく梅田ですが、ここはレフリーが間に入りました。近めの距離、首相撲になって倒したのは梅田です。中間距離からどんどん前に出てくる梅田、ローキックがよく入ります。ルイージがちょっと嫌がっているようにも見えます。ここもうまく転ばせました。交錯する形。また至近距離での攻防です。うまく体重を入れ替えた梅田浩一郎。第1ラウンドが終了しました。梅田浩一郎対ルイージのムエタイルールライト級、第1ラウンドのリプレイ映像です。このように梅田が前にプレッシャーをかけていきます。しかしルイージがうまくいなして逃れるシーンも目立ちました。しかし至近距離になるとムエタイルールに慣れている梅田がこのように相手を転ばせるシーンもあった第1ラウンドです。ルイージは自分は身長型、中間距離が得意、蹴り合い技術戦のようなじりじりとした展開にしたい、ポイントを取り合いながら勝利を目指したいと話していました。また今回で肘ありは2回目、少し戸惑う部分もある、組む展開自体には慣れていないと話していました。ですのでこのように超至近距離での攻防は経験値では梅田が勝っています。梅田は調子がいいとき相手にプレッシャーをうまくかけ下げさせることができると言っていました。この試合ルイージが下がっています。またここも首相撲を組む展開になりました。膝を入れるのはルイージ。ルイージが狙う中間距離ではなく、梅田が狙う至近距離での攻防です。また組む展開です。うまく足をかけようという梅田ですが、ここはルイージ粘っています。肘を入れた、
またこも肘、左肘、体勢を入れ替えて肘を入れます。第2ラウンド折り返し、残り1分20秒、また肘です。首相撲、そして肘を狙いたいという梅田。第1ラウンドはローキックから組み立て、そしてこの第2ラウンドでは明らかに首相撲とこの肘を積極的に打っています。ラスト1分、ルイージはここからどのように挽回するか、距離を空けることができるか。身長では5センチ上回っています。肘が入る、連続しての肘、そして最後はうまく体勢を入れ替え転ばせました。レフリーが一度ストップをかけました。梅田浩一郎の肘が何度も相手の顔を捉えました。ぐらつくような大きなダメージがあったようなシーンはありませんでしたが、あれだけの数の肘を食らっています。ラスト30秒、首相撲です。ブレイクキックボクシングルールでは組んでから一度のみの攻撃ですが、ムエタイルールでは何度も攻撃が許されています。肘を入れる、左肘、ルイージ防戦一方となっています。前蹴りで距離を開ける、ここで鐘が鳴りました。第2ラウンドではこの梅田浩一郎の肘が目立つ3分間でした。第1ラウンドではミドルキックなどをルイージが入れるシーンもあったんですが、この第2ラウンドに関してはこういった肘がかなりダメージを与えたように感じます。さあこれから3ラウンド目です。おっと、ルイージが3ラウンド目戦うことはできません。梅田浩一郎勝利。梅田浩一郎選手の TKO 勝ちとなります。 TKO 勝ち。第1ラウンドはローキックからの組み立て、第2ラウンドは首相撲と肘でうまくダメージを与えました。ありがとうございます。今日来てもらった自分の応援団、本当自分が全然デビューしてから結果出ない時からずっとチケット買ってもらって応援してもらってる方々が多いんで、そんなみんなの前で今日はこういう姿を見せることができて本当嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。